出来合いのものを売るんではなくて、うん、そのお客さんに合ったものとかお客さんのスタイルだとかお客さんのニーズに対して作りたいと思って企業を始めたんですよ、うん、センター分だけ答えます。その出身っていうのはどこなんですか、もう大生まれは。生まれはですね、はい、宮古の城なんですよ、宮崎の。あ、そうなんですね、はい、で父の転勤で、いろいろと転々として、はいはい、で、まあ、行き着いたのが熊本ということで、はいはい、剣道始められたのは熊本で。熊本でですね。それは、例えば親がやってるとかそういうことではなくて。いや、まあ、もう親も全然その陸上と卓球だったら全然畑が違うんですけど、ちょうど引っ越してきた、まあ、転勤族で引っ越してきた時に、はい、同じ日に引っ越してきた子がいて、はあはあ、まあ、1個上の子だったんですけど、はいはい、その子が剣道をやってたんですよ、うんうんうん、でそのつながりで一緒仲良くなって、はいはい、で剣道部に入るからっていうこと で、はい、で見に行ったら、まあ、強制的に先生に入れられたという流れですね。別にやりたいから入ったわけでもなく、もともとじゃあ剣道ってどんなものかもわからないまま行ってって、行ってですね、まあ、楽しいから多分、まあ、その頃は人数が多かったので、はいはい、楽しいっていう気持ちで多分おそらく入ったとは思うんですけど、うん、あ、楽しかったですか最初は。多分、まあ多分みんなでわやわやってたので遊んでる、うん、半分遊びの延長みたいなスタートですね、だったので楽しかったんじゃないかなと。それって何年生？1年生です。小学1年生です、はい。すぐ結果って出てます、その小学生時代とか。小学2年生の時に試合に最初に出させてもらって、はい、西部地区っていう熊本西区の大会があったんですけど、はい、それの個人戦に、学年別の個人戦に出て、うん、優勝したという、うん、あ、じゃあもうスタートラインからデビューから優勝、デビューから優勝してましたね、うん、まあ、その時に思いつきで覚えたその飛び込み道を全て決めて優勝したと、はいはい、思いつきで思いつきで、まだ練習したこともない飛び込み道をなぜかその気に自分で開発したのか、うんうんうん、それを打てと言われたのか、そこは記憶にないんですけど、全部飛び込み道で優勝したっていう。あ、じゃあもう最初になんか負けて苦労したなとかそういうのは。あ、記憶にないですね。ない、はい、スタートからですね、イケイケでイケイケだったですね。ですね。中学時代はどうですか。中学時代も、まあ、それこそ1年生から起用していただいて、はい、で、まあ、総部2年目だった、私の時は初期だったので、うんうんうん、初代九州学院中学校だったので、はいはい、まあ、2年目で優勝、全中優勝したので、うんうん、もう、まあ、順風満帆というか、に行きましたね。当時、先生も米田先生でいらっしゃいますか。いえ、あ、そうですね、中央大学から帰ってこれたのは中2の時だったんです、はい、私。あ、なるほど、はい、なので、まだその監督とかそういうのじゃなくても、寮監とかコーチとかいう形でしたね。うんうん、じゃあ、九州学院に進まれたのは、別に米田先生から声かけられたとかではないってことですか。じゃないですね。それこそ、九州学院中学校剣道部がなくて、はい、総合しますということで、うん、で私の父と、うん、その今の後援会長が、はい、その時の会社の上司部下の間柄で、あ、で強い子がいるということで、その部下の方から父の方に話が来てっていう形ですね。後援会長っていつもいる岩田さんですね。はい、はい、ですね。じゃあゼロスタートの九州学院中学ですね。ですですの一員ということです。そうですね、はい、まあ、当時まだその3年生が1人と、はい、3人いたのか、2年生が3人、うん、で私たちが3人入ったんですよ、うん、1年生が3人入って、うん、で越境でまた2人入ってこられて、うん、で7人8人ぐらいで最初スタート、うん、それって結構越境でも、強い子を集めたって感じだったんですか。いや、完全に熊本だけですね。熊本じゃああんまりこう全国がどうこうとかそういうのを求めて九州に学院に行ったわけではなくて、です、九州学院に入って、まあ、強くなれたらいいなぐらいのスタートだったってことですか。ですね、これもまた予想を覆すと思うんですけど、はい、当時私の地元の青山中学校ってあるんですけど、はいはい、そこはめちゃくちゃ強かったんですよ、うんうん、でそれこそ同連2番とかだったので、どちらかというとマウント的にはもう全然青山中の方が上なんですよね、九州学院って何やっていう私の中ではだから行きたくなかったんですよ。あ、本当に。そうで、まあ、結果的に受かっていくことにはなるんですけど、なのでなんか九州学院で強くなるイメージはもう全くなかったですね、その時は。まあ、どちらかというともう青山中学校に憧れを抱いてた方なんで。実際入ってみて
まあその多分青山中学校でどういう稽古してるかとかって知ってるますよね多分。はい、青山中は分かりますね。分かってますね。はい、分かってます。それでまあ休学で練習して、はい、そのギャップとかどう感じました。まあその高校生と一緒にやれてるっていうのがすごい、あ、まあ今もそうです、ね。ですです、うんうん。大きかったですね。うんうん、メリットとしては大きかった。特にあの男子校っていうのがすごかった。なんかみんな稽古終わって裸へ。もう全部スポンポンでプールに飛び込むとか今じゃできないですけど、うんうんうん、そういうなんか世界、なんか男の世界が入った時にはもう良かったですよね、うんうん、いい世界に入ったなという感じで。で、中2でも優勝しましたっていうのはどういう流れでどういうお気持ちでした。その元々そこを目指してなかった部分があった中での結果ですけど、まあでもまあ元々その小学校の時からも全国大会に出させてもらってたので、うん、で全国大会での成績もあったので、うん、まあ、全国優勝したいという気持ちはあったのはあったんですけど、うんうん、まあ、より濃くあの先生にこう気持ちを入れていただいたというか、うんうんうん、それだけ稽古せんといかんっていうのを入れていただいたのかなと。それは米田先生じゃなくて、当時の あ、まあ、あっちにも写真があるんですけど、中富先生っていう方ですね、うんうんうん、はい、当時の監督ですけど、立ち上げ当時の監督ですけど、いつから米田先生にじゃシフトするんですかね、久野さんとかでは。高校3年生の時にはもう顧問についていらっしゃいましたね。ご自身の指導された覚えっていうのはずっとあるわけですか。ありますね、あの特にあの技術面に関してはものすごく細かく教えていただきましたね。これはまあ、やっぱすごい九州学院学生時代のやっぱ記憶はもう小田先生がものすごくありますね、うん、それってどういうことを、まあ、今も結構いろいろ細かい部分まで指導されてるっていうのは聞きますけども、うん、はい、当時はどういうご指導でした米田敏郎という。米田敏郎、まあ、細かいと言っても、まあ、分かりやすく言うと、うん、相手を分析しなさいっていうのをものすごく言われてましたね、うん、試合中でもその前半の30秒1分以内で、うん、相手の情報を取って戦いなさいというのは、そう中学校2年生の時にそれを教えていただいて、もう衝撃だったとか、今までもイケイケどんどんの剣道だったんですけど、相手の情報を取って攻めなさいというのを聞いたら、まあ、そこからですよね、ロジカルに考え始めたっていうのが大きいかなと。やっぱそのロジカル的なのが九州学院の強みの一つではある。いや、絶対的にそこじゃないかなと思います、まあ、それを多分まだかなり超越しているところがありますね、最近は。それは、中富先生ではなくて、どっちかといえば米田理論なんですか。米田理論ですよね。まあ、どっちかというと、うん、あの中富先生は明治大学出身だったので、はいはい、もうあの係稽古禁止っていう世界だったですね。うんうん、とにかく中学生は高校生とまず稽古をして、うん、その後に2時間また中学校で別に明治大学の稽古をやってっていう感じで、うんうんうん、まあ、当時はもう5時間ぐらい。5時間 ?5 時間やってましたね。うん、はい、その自力を練るような傾向プラス、うん、はい、米田先生みたいな細かいとこも含めて、そうですね、全部で5時間。そうですね、はい、それって、まあ、今だとまあ当たり前に聞こえますけど、うん、嫌になったりしないんです稽古も。嫌になったことはないですね。それは楽しかったからってことですか。いい思い出の方が多いからとか、そういうことですか。そうですね、まあ、その結果には出てたので、うん、大会でもう本当多分30本近く優勝記録取ってたので、あの当時、もう本当無敗っていうぐらい強かったので、九州学院中学校はですね、だからこそ今ああやって人がいっぱい見てくれてると思うので、その走りをやっぱ気づけたっていうのも、勝つっていう喜びをやっぱ知ったのもやっぱ多分その九州学院中学校だったので、まあ、きつい傾向の大会がやっぱり優勝なのかなっていうところですよね。それ強くなった理由ってもう20年以上前の話だと思いますけど、うん、どこが一番だと思いますか。中学時代その振り返ってみて良かったのも、先ほど言いましたね、高校生とやってたっていうのが一番大きいですよね。その情報、高校生がどれぐらいのスピードで動いてるっていう情報も取れたし、うんうんうん、まあ他の中学校にはできない経験もさせてもらってたし、うん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 、で多分中学校ではありえないぐらい稽古をやってたと思うし、まあ言えば非常識な部分で戦ってたので、それがやっぱり一番結果に残ってるのかなっていう、もうやっててこう負ける気がしなかったですね、はい、それはありましたね。そのまま僕も高校上がられるわけじゃないですか、はい、なんか僕もいろんなこう取材してて、佐野さんのお名前高校時代はもう本当に
無敵だったっていう話を、はい、その当時の自分の強さって今振り返ってどうですか。ああ、そうですね。まあでもとにかく何でしょう、人と違うことをしたいって思ってたので。